はい、どうも、とあるです、えー。ではですね、テーマの8番から10番やっていきますので、一緒に頑張っていきましょう。では8番ということで、当事者訴訟を秒速で回答せよと、こちら見ていこうと思います。ではまずは問題ですね、丸、え、抜、ー、を検討してください。えー、土地収容による損訴訟の額を不服として、土地所有者または関係人が訴えを提起する場合には、 保証額を決定した採決を行った収容委員会の所属する都道府県を被告として採決の取り消しの訴えを提起する必要があるか。まるかツかですね、えー。こちらに関しましては妥当ではないと判断をしてください。いわゆるですね、この訴訟は形式的当事者訴訟と分類されてくるんですけれども、従いまして採決に関する取り消しの訴えは不要となるわけですね。 えー、ちなみになんですけれども、当事者訴訟に関してはですね、非常に苦手な方、めちゃくちゃ多いと思うんですけれども、実は、試験で出てくるポイントはですね、完全に決まっていますので、そこだけ覚えてください。逆に言うと、今から説明するところ以外に関しましては、覚えれたら覚えてほしいんですけれども、そこまで無理をせずに学習をですね、していってください。そのメリハリがすごい要りますので、その観点で進めていきましょう。 では、知識まとめていきますが、まずはこちらですね。えー、土地収容採決の事例において、土地所有者がこうです。収容されること、土地をこう持ってかれちゃうと言いますか、っていうこと自体に納得していないというケース。その時には、この収容されること自体に対して訴えできますので、そのケースが取引訴訟となります。一方で、さっきのケースなんですけれども、 先ほどの選択肢のケースはですね、収容されること、土地を持ってかれちゃうことに関しては、そこ自体は OK です。この違いをしっかり押さえてください。収容されること自体に不満があるかないか、そこで区別がされてきます。では、先ほどの問題は何が不満かと言いますと、 損失保証の額ですよね。土地収容は OK なんですが、その金額名ですね。そこに問題があるとなります、えー。そういう形で収容されることは OK なんですけれども、金額に不満があるというケース。このケースが形式的当事者訴訟となるわけです。そんな観点で分けておいてください。一応このですね、訴訟に関しましては、具体例としてはこの損失保証の額がありますので、そこをですね、完璧に記憶しておきましょう。 一方で、当事者訴訟のケースでは、もう一点ですね。実数的なものもありまして、例えばこういうケース。国家公務員が懲戒処分を受けたんですけれども、その処分が無効であると。要するに、懲戒処分が無効だからこそ、依然として公務員であると。したがって、その公務員だった以上は、お金払えと言えますよね。そんな感じで、懲戒処分が無効だから、給料払ってくれと。こういうようなことを自、実数的当事者訴訟と呼んでいます。 ちなみにですね、この訴訟に関しては他にもこういう具体例があります。例えば国に対して日本国籍持っていますよということだったりとか、選挙に出すよとかですね、っていうことがありますので、こうした具体例を見たら、この丸三番の訴訟をですね、思い出してください。ではですね、各丸一番から丸3番説明しましたけれども、そこに関してどう出てくるのかですね、問題もセットで暗記していてください。例えばこういうものですね。A 県収容委員会は、 ま、ここを読んだ段階でもう終了なので。